高崎経済大学は、群馬県高崎市城並江朝鮮300番地に本部を置く日本の公立大学である。1957年に設置された。大学の略称は、高津大、高津高崎市及び近隣地域では、京大と呼ばれることもある。第二次世界大戦後、群馬県における、管理高等教育機関は、群馬大学として統合された。 高崎市は北関東随一のショートにふさわしい経済、経営警部局の誘致を図ったが必ず、独自に高等教育機関を設置することとなった。1952年、旧帝国陸軍の不評第15連帯弊社跡地に高崎市立短期大学を設立、1957年度短期大学を発展的に解消し、高崎経済大学を設立した。 2011年4月より設置者が高崎市から高崎市が設立した公立大学法人高崎経済大学に移管された。大学設立時、群馬県内は元より近隣所見に経済学部を有する大学はなかった。また、今日でも北関東及び新越地方においては社会科学系大学院を博士後期課程まで設置している大学は 数が限られている。中期試験日程及び全国主要都市における地方試験など独自の入試形態により全国から数多くの学生を集めている。経済、地域政策のいずれの部局でも学士、修士、博士の参加ほどを有し、高等教育機関としての組織的改革は一段落した。2006年度より国交大学において先駆けて、 観光政策学科を設置した。また、大学院は、経済と地域を研究できる、関東北部で、唯一の研究機関となっている。高崎経済大学の学賞は、三線と呼ばれ、扇を三つ使用したデザインである。上野国高崎藩を治めていた大河内市の河右門が、三つ扇であり、別名、高崎線とも呼ばれ、学賞はこの形を基盤としている。 学生生活協同組合の建物、参戦会館、学園祭、参戦祭など、大学に関連する建築物や催しなどにたびたびこの名前が登場する。また応援団には、参戦説という大学独特の応援があり、名物となっている。応援には戦前、高崎に、不評第15連隊が駐屯していたことから、高崎不評第15連隊もある。と、 大学全体で高崎の歴史を重んじている。なお、大学50周年を迎えるにあたり、シンボルマークが一般公募により新たに制定された。さらに、2011年の大学法人化を契機に、高崎経済大学のコート高崎の特産、ダルマをモチーフにしたマスコットキャラクターが2010年に誕生し、様々な場面で利用されている。 2011年11月5日には、応援団、創立50周年の記念事業の一環として、高崎経済大学の開学の地である、高崎市役所横、ハローフォーラムの交差点脇に記念碑が建立された。学部、編集大学院、編集附属機関、編集級、高崎市立短期大学が創設されたのに伴い、設置された。その後、四年生大学になり、 新キャンパスの上浪江町への移転とともに、旧本館校舎4階に移設された後、1965年3月に独立した付属図書館が建設された。蔵書数が増加して手狭になったことから、1991年4月に現在の建物に建て替えられた。途中、書庫不足が生じたため、2001年9月に4階部分を上下に仕切って5階部分が増設され、 現在に至る。大学公認の団体として、体育会、応援団、文化サークル、ゼミナール協議会、地域政策学部ゼミナール協議会、参戦祭実行委員会、国際交流協会の7つの学生団体がある。他大学との交流では、体育会が主催する鶴門科大学と、主にスポーツ交流を目的とした、対抗戦、鶴高祭が毎年行われる。また近年、 群馬公立三大学と小島江橋工科大学、群馬県立女子大学と単位互換制度や合同入試説明会を行うなど新たな連携を行っている。高崎経済大学の人物一覧を参照現在、以下の16の大学の提携校がある。アメリカイギリスアイルランドオーストラリアカナダドイツ、ポーランド中国モンゴルウズベキスタンベトナムフィリピン隊、韓国5号館6号館。 7号館構成施設、編集学内福利構成充実を目的に、それまで学内に分散していた店舗や食堂を集約、拡充するために建てられた。1階に、生協購買、書籍部、2階に、生協食堂が入居している。1985年に、教員住宅3棟を解体した後、跡地に建てられた研修、宿泊施設である。廃止、閉鎖された施設。 研修かつて大学正面駐車場東側の東和銀行キャッシュコーナー付近に所在した構成施設である。1989年4月1日開店した。2005年8月に閉店後、同年11月1日、跡地にマクドナルドが開店した。その後、マクドナルドも閉店し、建物は解体された。跡地は再整備され、2019年現在、 駐車場やプードステーションが設置されている。長野県白馬村の中心地に所在した研修施設である。平成12年10月1日にオープンしたが、平成29年3月31日をもって閉鎖した。ありがとうございます。